ちょ、なんか最近さ、一つさ、困ってることがあって、てかマイクラやりだしてからさ、めっちゃさ、マウス使ってるからさ、手の甲めちゃめちゃ痛いんだよね。手の甲が本当に痛い。手の甲じゃないわ。これなんていうの？手のひら？それ折れるよ。え、これ折れちゃう。めっちゃ痛いんだけど。痛ぇ。これってなんかどうしたらいいの？手のひら痛いんだけど。てか手のひら痛くなるまでマイクラしてんのやば。手のひらなくなるよ。嘘つけ。マウスパッド、確かにマウスパッドが硬いんかな。え、軟骨なくなって亡くなった人がいる。ちょっと待って、なんか早口言葉みたいになっちゃった。え、軟骨なくなって死ぬ人いんの？怖っ。怖くね？おっぱいマウスパッドいいよ。おっぱいマウスパッドのさ、ま、おっぱいの部分って何に使うんだよって一生思ってたけど、手を保護する役割があるのか。そういうこと？おっぱいマウスパッドのおっぱいの部分って、その手のさ、手首を、え、くっそ便利やん。え、スバル、なんでこのおっぱいマウスパッドのこのおっぱい何ってずっと思ってた。飾り？スバルもおっぱいマウスパッド、え、じゃああれじゃん。おっぱい大きい人のおっぱいマウスパッドの方がいいじゃん。その機能的にはさ。え、そうだよね。そうだよ。そうだね。そうだよ。ま、この話はこれぐらいにしとくか。危ない危ない。また出現切り抜きが作られてしまうところだったな。